速報、木原事件、配信いたします。5秒前、4、3。こんにちは、コモさん、小森康則でございます。今、ちょっと仕事中ではあるんですけれども、週刊文春が久しぶりに木原事件についての新しい動きを伝えてくれましたので、そのお話をさせていただきます。 えー、ちょうど今あ撮影のお昼休みの時間でみんなご飯を食べに行っているところで注文をし,してしといてくださいということで私に残って今ちょっとお話をさせていただきます長刊チェックでもお話ししたように木原事件について新しい展開があるということで一、えー、時間ほど前に週刊文春電子版明日発売の紙面で取り上げる記事が 出ておりましたその新展開というのが一体何なのかということが全く分かっていませんでしたあつ、えー、まれニュースの森が頑張って伝えているなとか、えー、原口さんもあの頑張って取り上げていらっしゃいますねというお話はしましたが佐藤誠さんでありました えー、元決勝の取調べ官で、X 校の事情聴取にも当たって、えー、そして警察庁長官が事件性なしといったことに憤りを感じて、えー、名乗り出てきたというあの佐藤誠さんでありますが、陳述書というのを検察に出したと、今、警察から検察に捜査の手は委ねられました。えー、その中で 検察今、捜査に当たっているはずですね、えー、お母さんたちの思いを受けて、えー、しっかり調べますと言ってくれた検察に対して、自分があ、まあ、捜査員でもあったわけで、えー、そういったことを、記憶をひも解いてです、ねえー、陳述書を出したと。で、見出しとしましては、誰一人として自殺などと考えるものは、 いいいなかったという見出しがついておりますでさらに記事を読んでいきますとこの佐藤誠さんだけではなくて事件の当日もあえて事件といいますが種男さんが殺されたその後 X 子に呼び出された当時付き合っていた Y という男その後覚醒剤取締法違反で 捕まって宮崎の刑務所に収監されていたときに、えー、捜査員が何度も宮崎まで飛んで話を聞いたというその Y であります。と、えー、東,東京拘置所で同室にいた元受刑者がですね、まあ、同じ部屋でいるので、えー、いろんな話をしていたそうです。その中で聞いた話も 陳述書を出したとということでありま詳、まあ、細かい内容はぜひ「週刊文春」電子版に会員になっていただいてお読みいただくか明日の紙面を待っていただければというふうに思うんですけれどおまたまた不可解なことがいっぱい出てきています。うーん X 校が殺人事件であるとして X 校が実行犯ではないんではないかということはこれまでも、えー、佐藤誠さんのお話であったりあるいは「週刊文春」の記事がです、ね、これまでも書いてきたところでありますじゃあ Y なのか Z なのか、えー、誰か別の人物ただ Y については えー、車のがどこにあったかというその記録ですね N システムの記録を見て死亡推定時刻に現場にいなかったということは分かっているわけですね。で X 子の父親とされる Z であるとかまあ兄もちょっと怪しい動きというのがまあ 直接その殺害とかっていうこととは別にですね、えー、おかしなことがいっぱい出てきているわけでまさにそういったことを調べていかなければならないんですけれどですけれどおまあ警察庁長官通機はあ事件性なしと言い切りましたしそもそもの大塚警察署の初動がおかしかったと。 いうのが2006年の段階であるわけですけれど再捜査が行われたにもかかわらずそれがいわゆる木原事件と呼ばれている圧力があったのかあるいはそれとも忖度をしたのかということでですね、えー、中途半端のまま終わってしまったさらに去年7月に文春が取り上げたことからですね、えー、世間の樹目が集まりましたけどそれもおざなりな捜査で検察に 捜査の手が渡ったという段階なわけですけれど、えー、今ここに来てですねでた、ま、多分さまざまな動きが、まあ、文春側というか、えー、安田種夫さんの家族の側ですね家族が中心となって動いているのか、えー、弁護士さんであるとかあーメディアが文春を中心とするメディアがサジェスチョンを行う中で えー、進んでいるのかその辺りは私はまだあの把握できておりませんけれどまた今回の記事が出たことについてですね、えー、安田種夫さんの、まあ、お母さんとお姉さんは直接お会いいたしましたし、まあ、ご家族の側の思いというのも公表できる範囲で教えていただければ皆さんにもお伝えしようかなと思っております。でえーまあ、新展開というか ことでた確かにあの新展開ではあります「週刊文春」が松本人志さんの問題でも言われているようにそらラんがためじゃないかと人の興味を引くような文言を使って、えー、それで会員数を増やしあるいは、まあ、完売をしクリック数を稼いでいるんだろうと言われりゃもちろんそうなんであの。 思わせぶりなな書き方で新展開となっていて確かに確かに新たな展開ではありますその元受刑者同室だった元受刑者が Y から聞いていた話とそして、えー、と佐藤誠さんが実名を出して告,発告白をした以上に陳述書という形で警察いやしくも警察に勤めて。 えー、被害者に寄り添ってあの犯人を検挙するんだというものとしてこんなことは許されないという思いも含めてですねさまざまな内容をこの陳述書に込めたというのは新展開ではありますが、まあ、正直ここまでここまで白を切り通してきたあー木原側自民党側官邸側がですね えー、これによって変わるとは思えないですね、うんえー。それでいきなり「どうもすいませんでした」と「あの頃こんなことがありまして」っていうようなことは多分それはないと僕は思うんですね、まあ、残念ですが残念ですがなので、うん、まさしくあのご遺族が呼びかけていらっしゃる署名であるとか そういうその他の他の動きですねまあまあこれを受けて、まあ、警察が動かないように朝日新聞や毎日新聞や NHK や TBS が動くとも思えないんですけどね恥ずかしいですが恥ずかしいと思わんのかと思いますけどね他の事件であるいは政治と金の問題であるいは、えー、佐藤、ね、なんちゃらさんあの 浮気の問題とかではガンガンいくくせにですねこ,この問題については全く動かないというのが、まあ、不思議ではしか不思議で仕方がないんですけど、まあ、逆に言うとこれまで何,何らかの力が働いてそれは外部からの圧力なのか自分たちが腐っているということなのかクソマスコミということなのか分かりませんが動かなかったことが、まあ、全く動いてないことがどっと動く。 可能性はあると言いやあるとわけですよね <laughs> それだけ動いていなかったわけですから警察が通木警察庁長官が「すいません」と頭を下げてえ事件性があるのにないと言いましたということはもう限りなくゼロでしょうからこういった新展開を一つずつ重ねていく中でえメディアが動くと。 いうことを少しだけ期待して、そしてまたあ署名活動がまたどんどんと増えていってこの事件のことを忘れないということを,をぜひ期待したいです。そしてまあまあ本線のところで言うと今ボールは検察が持っているわけですからその検察の捜査に対して、えー、実際に 当時再捜査に当たった佐藤誠さんであったり Y の話を聞いた人の陳述書、まあ、それをそのままくしゃくしゃとぽいと捨てるようなことはしないとは思うので、えー、プラスに働けばいいなというふうに思います。すいいませんあの時間のない中で とりあえず、えー、今分かっているお話だけさせていただきますあの皆さんも関心があるならばご自身でどうぞ調べて 他の人の YouTube なり記事なりを読んでください、えー、とりあえずすいません時間がないので今日はあの今日のところはこの辺にいたします週刊文春の1時間ほど前に出たものの新展開というのは長官チェックでお話しした新展開というのは佐藤誠さんが陳述書を出したそして、えー、Y と当室にいたコ高知者の時にいた元受刑者もお,おかしいんだといや そんな犯罪を犯して捕まって拘置所に入れられていたような受刑者が何を正義づらしてるんだっていうのはそういう多分あのことを言ってくる人も多分いるんだと思うんですけどいやいやもっと大きな大きな正義を守るために文春には今後も頑張ってもらいたいなというふうに思います。では,はとりあえず速報はこの辺にいたします。 突然の配信にもかかわらずご覧いただきましてありがとうございました。どうぞ最後にポチッと高評価、チャンネル登録を一旦外された方は、また登録していただければと思います。失礼します。